不安定な世界情勢により原材料コスト、配送コストの値上がりを余儀なくされる日本。その影響はついに食料品にまで及んできた。それは食品メーカーにとっても死活問題であり、多くの食品メーカーが価格改定を余儀なくされる状況である。今日はメーカーと小売との価格改定における商談の状況を、今日はその価格改定におけるメーカーと小売との商談状況、生々しい映像を捉えることに成功した。普段みんなが口にしている食料品が一体どのようにして、どのような流れで市場に出ていくのか、その経緯をたどってみた。おはようございます。本日はお忙しい中お時間いただきまして誠にありがとうございます。通常商談の前にですね、はい、1点大事なお話がありますので、ちょっとこれからさせていただきたいと思います。はい、当社の商品全50何品目ありますが、あちらが12月15日付で価格改定になります。え、マジっすか。マジっす。まあでも最近のメーカーさんも大変ですよね。で、切り替えのタイミングなんですけれども、15日切り替え厳守でということで会社から指示来てますので、15日厳守でお願いします。15日厳守か、終わりました。ん、何ですか。でも今日12月5日だけど、もう15日厳守ってことですよね。そうですね、会社から15日って言われてるんで、15日までには変えてもらいたいなって思ってます。あと10日しかないし、絶対案内するタイミング遅いよね。まあ確かにそうですね。切り替え間に合うかな。私も担当させていただいてる企業さんがオタクさんだけではないので、どうしてもこう商談の優先順位を考えると、どうしてもあの後回しになってしまうんですね。まあ結果忘れていたっていうことになるんですけれども、まあ、本社から指示があったと嘘ついてでも、まあ価格改定をしてこいということなの で、割とこういった小さい企業さんでも、うちの本社からチェック入っちゃってるんでなんて言うと、俺らも大手企業に睨まれる存在になったかなんて言って、気持ちよくなって改定しちゃうなんて言うんですけど、その辺どうですか。いや別にそんなことないですよ。ないか。まあ実際見てないし、まあ本社から直接指示が入ったわけでもないので、いや価格改定後の商品の売り場に関してなんですけれども、ね、あのさ、何ですか。他の競合さんはどうなの、変わるの。はいはい、いい質問しますね。変わらないです。はい、変わらないんかい。巷で有名な某大手大企業さんに関しましては、半年後の6月15日改定を予定しております。なるほど。商品の登録上最短での登録がそこになるということですので、まあ、当社もそこは引き受けたという形になってます。まあ、価格改定後の先ほどの話になりますけれども、うちは変えて向こうは変えないでしょ。結果正直者がバカを見るみたいな感じでしょ。うるせえなおめえよ、はい、偉そうにおめえよ、はいはい、黙ってバカ見てろ。タグや田舎の百姓企業の癖しやがったのに、はい、すいません。身の程知れってんだよ。とまあ取り乱して申し訳ございません。トリニダードトバコみたいな感じで。たまにいるんですよね。こうやってあのこっちがね、そういう案内をしてるにもかかわらず、それを飲めないとかね、できないとか。こいつ本当人の話聞いてるのかなってたまに思うんですけどね。まあその点御社はあの素早くご理解いただいたみたいなので、はい、よかったです、はい。ありがとうございます。はい、はい、まあ、そんなことはどうでもいいので、まあここまで価格改定について話しましたけれども、何かご質問ありますか。価格改定すると売上げ落ちるよね。はいはいはい、その落ちた分の売上げはどうしてくれるのかなって。え、売り上げあったんですか。冗談です。それに関しましては御社の店舗の隣にディスカウントストアがあったと思うんですけれども、そこで直接当社品を買っていただいた方が当社から仕入れるより間違いなく安いです。なのでしばらくの間はそちらのディスカウントストアから商品を買っていただいた方が利益取りますし、お店にとってもいいのかなと思っております。はい、そんな方法あるんですね。そうなんですよ、はい、あるんですよ。はい、なので今後価格改定に際しました質問や要望っていうのはお受けいたしかねますので、あのその辺をご了承いただければと思っておりますので、よろしくお願いします。了解です。はい、というところでまずは12月15日付での、切り替えをお願いしたいと思っております。あとね、バイヤーね、もう一個申し訳ない話があるんですけれども、いいですか。先日の秋棚から新規で採用してもらったこちらの商品なんですけどね、これがちょっとあの製造の方のトラブルがありまして、今一時品薄になってまして、いよいよ割当出荷になるっていう指示で会社の方から出てます。割当の方法なんですけれども、まあ、前年に対してのまあ 90% の供給っていうところであの指示が得たんですけれども、御社がですねこの秋から採用ということで前年実績がないっていうことになってまして、結果この12月からですねあの割当数量ゼロっていうところでのちょっと案内になってしまいます。え、ちょっと待って、何ですか。いやそれはダメですよ、ちゃんと供給してもらわないと。ある程度やるかお前。おい、はい、すいません、ありません。なあ
ないもんはないし、しょうがないでしょ。俺らだってさ優先してでっかい企業に出さなきゃいけないしさ、御社みたいなところにこねられると作業がまた一つ増えるから、余計なことは左右しないで、なかったことにしてくださいよね。って何ですか、なんか言いたいことあるんですか。あるなら言ってください。いや、代替商品はないんですか。はい、そう来ると思いました。代替商品なんですけれどもないので、一旦欠品してるスペースを開けてもらって、商品が復活次第またそこに商品を戻してもらう。それならカットですよ。はい、じゃあ分かりました。カットならカットで、うちも全然いいんですよ。ただね、うちのあの商品が御社に今後供給されないってなった場合に、かなり売り上げに影響すると思うんですね。そうなった時にカットになるの、むしろうちの商品よりあなたかもしれませんよ。それでもいいんですか。やば、それはやばい。そうそうそう、じゃあ言う通りにします、ね。はい、お互いサラリーマンなんですから、常にね、会社の方向性と上司の顔色を伺って仕事してないと、市場を挟むなってことですよ。わかります。競合他社気になるのもわかりますけれども、まずは現実見つめ直してください。わかりました、はい、見つめ直します。先ほどの空いた売り場のスペースに、当初の出荷期限が切れた、まあ、いわゆる売れ残り商品があるんですけれども、はいはいはい、賞味期限も残り3日ぐらいのものになるんですけれども、それを通常から 10% オフした価格で納品しますので、それであの売り場埋めましょうよ。ね、その方がいいですよ。はい、はい、お買い上げありがとうございます。決定でありがとうございます。なところでバイヤー、お昼ご飯どうします。この後一緒に行きませんか。っていうか、あのお名前を伺ってよろしいですか。お名前ですか。あ、そっか、まだ、あ、ご挨拶してなかったですか。すいません、名刺交換まだでした。去年の4月ですね。去年の4月から御社を担当させていただいてます、黒猫と申します。あの、改めましてよろしくお願いいたします。そうですね、そういえば、失敗した。初めましてですね、すいません、よろしくお願いします。初めまして。